マロは天国で寂しい思いをしておじゃる。魔界転生して、もう一度スポットライトを浴びたいでおじゃる。水戸のジジイにいじめられた借りを返さねば、気が済まないのでおじゃるよ。皆さん、たまにご視聴いただき、大変感謝をしています。今回は、前回に引き続き、多くの悪役の俳優の中で、時代劇で悪役人を演じさせたら、この人の右に出る人はいないだろうと言われた菅勘太郎さんを偲んでみたいと思います。彼の悪役の演技の中には、どこか憎めないコミカルな部分がありましたね。では、その菅勘太郎さんの表情を思い起こしていきましょう。菅勘太郎さん、愛称は菅勘。1934年12月12日生まれ、1994年3月22日没は秋田県湯沢市の出身で、高校を卒業後、大学に進むが中退し、1957年に俳優座養成所に第9期生として入所した。1960年に座員となり、折衷の善人で初舞台を踏みました。菅勘太郎さんは、大学時代には、すでに役者として活動しており、生粋の舞台人でした。その活動範囲は、テレビ、映画と幅広かったが、20代から30代にかけては、主に、アングラ演劇の世界を中心に活躍しました。特に寺山修司に認められて、劇団天井桟敷の中心的存在となるなど、その世界では、一種のスター的存在だったことが知られている。時は移ろい、そうした演劇が下火になると、活動の中心は、次第に映画やテレビに移り変わっていった。テレビでは、主に悪役として、数々の時代劇やドラマに出演したが、独特の声や、あえてくどくどしさを強調した、一度見たら忘れられない演技で、視聴者に、比類のない衝撃を与えました。特に有名なのは、水戸黄門で演じたマロでした。2代目のマロとして、ある意味言っちゃってる公家に扮した姿は、お茶の間の視聴者のみならず、多くの人の目に今も焼き付いているものと思われます。また、一方では、憎たらしくなるほど、悪辣な関係を働かせ、暴れん坊将軍をはじめ、多数の作品で悪代官を演じる代表的な役者の一人として活躍した。当然のことながら、豊富なキャリアに裏打ちされたこれらの演技は、お墨付きと言えるだけのものがあり、必要以上のくどさを使わずとも、視聴者に強いインパクトを残し得る役者として広く愛された。また、悪役だけではなく、仮面ライダーブラックの秋月総一郎、ご存知女ネズミ小僧のラモン教十郎など、善人役にも冴えを見せる演技の幅広さもまた魅力であった。主な出演映画は、きり丸きり隠れ1961年、13人の刺客1963年、幕末残酷物語1964年、田園に死す1974年は唯一の主演作。工藤栄一監督13人の刺客で演じた松平成明役は、告白なバカ殿様を熱演し、以降、時代劇で、同様の役を演じる当たり役となった。その後10年を経ても、類似の出演依頼が続いた。私生活は、メランメイク調の飾らない性質で、髪型は、演技の都合で無頓着で、夫人お手製のチロリアンハットを愛用していた。1994年3月16日、神奈川県内の信号のない横断歩道で、オートバイと接触する交通事故に遭い、その6日後の22日、脳挫傷のため死去。享年59歳。稀有な演技と雰囲気で、ドラマを楽しむ人を魅了した菅勘太郎さん。非業の死でした。ご視聴ありがとうございました。